はい、皆さん、こんにちは。池田です、えー。今日はですね、この動画を撮っているのが2021年の4月17日なんですけども、えー、昨日ですね、2021年4月16日に第4回公認日日試験のブループリントが公表されました。でこの動画ではですね、昨日発表された、えー、ブループリントで新たに追加されたキーワードである、えー、アドバンスケアプランニングと人生会議について解説したいと思います。 えー、アドバンスケアプランニングと人生会議ということで、えー、アドバンスケアプランニングというキーワードはですね、えー、ブループリントの多職種連携、地域連携というところと、福祉に関する心理学に追加されていますで。人生会議も福祉に関する心理学に追加されていますねで。早速見ていきたいと思います。えー、アドバンスケアプランニングと人生会議なんですけども、まあ、結論言っちゃうとね、 この二つは同じことを指しています。呼び方が違うと考えていただければと思いますね。なので人生会議について見ていきますけれども、えー、もしもの時のためにあなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療、ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことを人生会議と言いますよということですね。厚生労働省ではアドバンスケアプランニングとして普及啓発を進めてきたが、 より馴染みやすい言葉になるよう人生会議という愛称で呼ぶことに決定したということですね。なので、アドバンスケアプランニングと人生会議は同じことを指しますけども、より馴染みやすい言葉になるよう人生会議という愛称を使って呼ぶことにしたということですね。で、アドバンスケアプランニング、かっこ人生会議のやり方ということなんですけども、まぁ、あ、1から丸3のこういう流れでね、やっていくんですけども、丸1が えー、大切にしていることは何かを考えてみるということですね。えー、その人にとって大切な価値観とかですね、例えば、えー、家族との時間が大切とか、家族のそばにいることが、えー、大切なことだと考えているとかですね、そういうことですね。ま、え、に、ーえー、信頼できる人は誰かを考えてみる。あなたが信頼していて、いざという時にあなたの代わりとして受ける医療やケアについて話し合ってほしい人とは。 書いてますけどもこちらね、どういうことかというと、例えば、えー、交通事故とか、えー、急病とかで意識不明になったときとか、そういった時のことも想定してるんですね。ですので、まあ、そのような場合に備えて、信頼できる人は誰かということを考えてみるというのが2番になっていると。で、丸さんが伝えるですね。話し合いの内容を医療、介護従事者に伝えておきましょうということですね。話し合って伝えることが大事だということですね。 でその下ですね、心身の状態に応じて意思は変化することがあるため、何度でも繰り返し考え話し合うことが重要ですよということですね。はい、えー、っとですね、えー、アドバンスキャプランニングとか人生会議というのは、えー、なかなかね、心理学の本を読んでも出てこない用語なんですね。えー、なのでですね、こういうときっていうのは、えー、そのような心理学の本とかで載ってない用語が、えー、っとですね、 行政機関のホームページに書いてある場合があるんですね。例えば厚生労働省のページですとか文部科学省あるいは内閣府とか場合によってはえ外務省のホームページに、えー、ページがある場合があります。例えばハーグ条約とかは外務省のホームページなかなか外務省のホームページはあの関係ないことが多いんですけどハーグ条約は外務省のページにありますね。で、他のねいろんなものについても え、主に厚生労働省と文部科学省なんですけど、あと内閣府なんですけども、ここら辺にガイドラインとかね、いろいろあるんで、それらをチェックすることがとても重要ですね。で、アドバンスケアプランニング、もっと言うと人生会議については、ホームページが厚生労働省にあるので、それを見ていきたいと思います。で、下の方にもリンク貼っておくんで、後で見てください。では、ちょっとね、厚生労働省のホームページ見ていきたいと思います。 厚生労働省の方にですね、人生会議してみませんかという、えー、ページがあるということですね。ここでね、まず定義として、人生会議とは、もしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療、ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。と書いてあるということですね。でね、まあ見ていただきたいのは、まあ、リーフレットとかも、えー、概要がまとめられてるんでいいと思うんですよね。 えー、約70%の人が医療やケアなどを自分で決めたり望みを人に伝えたりすることができなくなると言われているということですね。で自分自身で前もって考え周囲の信頼する人たちと話し合い共有することが重要ですとで話し合いの進め方のあくまで例ですけども書いてありますね。あなたが大切にしていることは何ですかとそしてあなたが信頼できる人は誰ですかと信頼できる人や医療ケアチームと話し合いましたかと 話し合いの結果を大切な人たちに伝えて共有しましたかということですねで。心身の状態に応じて意思は変化することがあるため何度でも繰り返し考え話し合いましょうということですね。うん、であとね,ここですね、このような取り組みは個人の主体的な行いによって考え進めるものですと知りたくない、考えたくない方への十分な配慮が必要ですということが書かれてますね。 でまあ、リーフレットとね、あと見ていただきたいのは、ここですね、えー、人生会議学習サイトというのがありますね、ゼロから始める人生会議、もしもの時について話し合おうということなんですけども、えー、こちらですね、えー、このね、えー、YouTube の動画とか5分程度で、えー、分かりやすくまとめてあるんで、こちらを見ておくのもいいと思います。 それからですね、まあ、人生会議について詳しくということをクリックすると、ここの人生会議とはに飛ぶんですけども、まあね、えっと、ここから調査結果、統計データがありますね。ちょっと見ていきます。人生の最終段階における医療、療養に関する家族等の家族等や医療介護関係者との話し合いの状況と、えー、話し合ったことはないという方が55.1%ですね。 話し合っている方が、詳しく話し合っている方が2.7%、一応話し合っている方が、ね、36.8%ということで、話し合っている人は40%に満たないんですね。話し合ったことのない人が55%ということですねで。家族等や医療介護関係者等とあらかじめ話し合い、また繰り返し話し合うことについて、賛成が65約65%の方が賛成ではあるということですね。 でどのような医療療養を受けたいか等を記載した書面をあらかじめ作成しておくことについてこちらについては66%の方が賛成であるとで意思表示の書面作成状況はと言われると90%以上の方が作成していないとなのでですね話し合いの重要性には多くの方が賛成していますが実際の行動に移す方はまだまだ少ないのが現状ですということですね 統計データなんですけども、例えばね、過労死について、えー、どの業界の人が多いかとか、そういったもの,の囲も過去問で出てますんで、まあ、このようなね、統計データも、まあ、ざっくりでいいんで、見ておくことは重要かなと思いますね。はい。で、この下に行くとね、えー、と実際にやってみましょうというのがあるんで、これをクリックすると、えー、ステップ1からコンプリートまであって、えー、まずステップ1、考えてみましょうということで、 えー、もし生きることができる時間が限られているとしたらあなたにとって大切なことはどんなことですか以下の中から選んでみてくださいということで、まあ、家族や友人のそばにいることとか仕事や社会的な役割が続けられることとかまあねいろいろあるんでチェックしていってなぜそう考えたかその理由を具体的に書いてみましょうとここに記述できるようになっているんですねで、まあ、そのような、ね、いろんな質問について記述していくと。 いうことで、まあ次のステップへと。そしたら信頼できる人は誰か考えてみましょうということで、またね、えー、まあいろいろね、質問事項に対して、えー、書いていくと。で、それでまた次のステップへ行っていくと、えー、伝えましょうと。ステップ3が伝えましょうということになっていて、まあちょっとね、えー 一応読んで、気になる部分ちょっと読むと、米重視で気持ちが変わることはよくあることです。えー、その都度、信頼できる家族や友人や、えー、医療、介護従事者と話し合いましょうと。えー、医療、介護従事者、各校、医師や看護師などに希望を伝えた後でも、いつでも内容を訂正することはできますということですね。で、ここでね、作成するっていうところに行くと、最後コンプリートのところに行って、ここね、今までの えと今は動画ではこのク欄ラで飛ばしましたけども、今まで記述した内容がここに出てきて、結果を印刷することができるということですね。あのなので、これね、あの一度やってみるといいと思いますね。私も軽くさっきあの入力してみましたけども、やっぱりあのこの最後の画面に反映されてましたね。で、あとは見ていただきたいのは、先ほどの厚生労働省のホームページで、えー、このガイドラインですね。 えー、二つありますけど、ガイドライン下の方の解説編の方がいいと思いますね。で、こちらなんですけども、えー、っと、解説、えー、人生のね、最終段階における医療、ケアの、えー、決定プロセスに関するガイドラインの解説編ですね。えー、表紙を除いてですね、えー、6ページ表、表紙を入れても7ページっていうことで、えー、まあ、それなりに、ね、あのー、 パーとと読んじゃえばいいと思い思ますでちょっと見ていきたいんですけども、えー、ちょっと太字の部分だけ読むと、えー、1番目ですね人生の最終段階における医療ケアの考え方ということで1、えーえー、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされそれに基づいて医療ケアを受ける本人が他専門職種の 医療介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則であると、また本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が、医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要であると。 さらに本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できるものも含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定するものとして、前もって定めておくことも重要であるということですね。で、丸2ですね。人生の最終段階における医療ケアについて、医療ケア行為の開始・不開始、 医療ケア内容の変更、医療ケア行為の中止等は医療ケアチームによって医学的妥当性と適切性をもとに慎重に判断すべきであるということですね。三、医療ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人、家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療ケアを行うことが必要であると。四。 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は本ガイドラインでは対象としないということですね。まあ、この積極的安楽死は本ガイドラインでは対象としないとかね、なんか個人的にはなんか試験とかで狙われてもおかしくないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、続きを読みますね。2番目、えー、人生の最終段階における医療ケアの方針の決定手続き。 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとすると、括弧1本人の意思の確認ができる場合ですね。丸1位、えー、方針の決定は本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切,な医療適切な情報の提供と説明がなされることが必要であると。その上で本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、 他専門職種から構成される医療ケアチームとしての方針の決定を行うと、まるに時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思が変化し得るものであることから、医療ケアチームにより適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。 この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要であると。まあ、さん、このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめておくものとすると。こういうね、文書にまとめておくっていうところもね、試験の選択肢とかで、問題の選択肢とかで、まあ、狙われてもおかしくないかなと思いますね。で、括弧にはね、本人の意思が確認できない場合ですね。 本人の意思が確認できない場合には次のような手順により医療ケアチームの中で慎重な判断を行う必要があると。1、ま、家族等が医師本人の意思を推定できる場合にはその推定意思を尊重し本人にとって最善の方針を取る、最善の方針を取ることを基本とすると。2、ま、家族等が本人の意思を推定できない場合には本人によって何が最善であるかについて本人に代わるものとして家族等と分十分に話し合い。 本本人にとととってのの最善の方針をを取ることを基本とするこ基す時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じてこのプロセスを繰り返し行うと。えー、丸さん家族等がいない場合、び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には本人にとっての最善の方針を取ることを基本とすると。えー、丸四このプロセスにおいて話し合った内容はその都度文書にまとめておくものとすると。 こちらでもやっぱり文書にまとめておくものとするとなっているということですね。で、括弧三3、複数の専門家からの話し合いの場の設置ということで、上記括弧一1及び括弧二2の場合において、方針の決定に際し、えー、医療ケアチームの中で、えー、心身の状態等により、医療ケアの内容の決定が困難な場合、えー、本人の、本人と医療ケアチームとの話し合いの中で、 妥当で適切な医療ケアの内容についての合意が得られない場合、家族の中で意見がまとまらない場合や、医療ケアチームとの話し合いの中で妥当で適切な医療ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療ケアチーム以外のものを加えて方針等についての検討及び助言を行うことが必要であると。でね、えー、っと、 注意書きの中に、えー、そこのことも書かれて最後の、ね、複数の専門家からの話し合いの場をのことについて書いてあるのでちょっと読みますけどもベッドを設置される話し合いの場は、えー、あくまでも本人家族と、えー、医療ケアチームの間で人生の最終段階における医療ケアのためのプロセスを経ても合意に至らない場合例外的に必要とされるものですと第三者である専門家からの検討 第三者である専門家からの検討助言を受けて改めて本人家族と医療ケアチームにおいてケア方法などを改善することを通じて合意形成に至る努力をすることが必要ですと第三者である専門家とは例えば医療倫理に精通した専門家や国が行う本人の意向を尊重した意思決定のための研修会の修了者が想定されますが本人の心身の状態や 社会的背景に応じて担当の医師や看護師以外の医療介護従事者によるカンファレンス等を活用することも考えられますということが書かれてあるということですね。あの今言ったようにね、この注意書きがかなりあってそこもねあの、太字じゃないのと,、えー、と動画の時間の関係上あの注意書きについては飛ばしてますけどもあのそこもね あの試験で狙われてもおかしくないなって個人的には思ってます。で、あのまあ、繰り返しになりますけどね、あのこの資料も、えー、表紙を入れても7枚程度なんで、ばーッとね、えーまあ、時間のあるときにでも読んでいたらいいと思いますね。はい、えー、本日はですね、第4回婚姻心理試験のブループイントで追加されたアドバンスケアプランニングと人生会議について。 解説をさせていただきました、えー、本日も、えー、動画を最後まで見ていただきありがとうございました